カンパーニア級防護巡洋艦は、イタリア海軍が建造した、植民地警備用の巡洋艦の艦級である。本級の船体形状は還元の高い平、看板型船体で艦首から、艦首看板上に、アームストロング百8 9 2年型15.2センチメートル速射砲、お棒立てのついた、単装砲がで一機、その背後に頂上部に見張り所を設けた簡素なマストが、立ち、 司令塔を組み込んだ箱型環境の後部に一本煙突が立つ。主砲の一部は原則の方角部にも配置され、方角は前後に間隔を空けて配置され、15.2cm 速射砲を片原2基を配置した。煙突の周囲はキセル型の通風塔が立つ関西艇置き場となっており、関西艇置き場の後部には基部にジブクレーンのつく後部マストが一本立ち、 その後ろの後部甲板上に棒立てのついた6番手法が一機、配置された。船体の側面部には、植民地系美事の通風を良くするために至るところに、幻想が開けられた。本級の手法には、建造元のイタリアが、イギリス企業に依存していたため、アームストロング百8 9 2年型15.2センチメートル速射砲を採用した。この砲は、イギリス全土級戦艦。 ロイヤル、サブリン級やイタリア全土級戦艦、レウンベルト級の複砲にも採用されている優秀砲である。その性能は 45.3kg の砲弾を最大行角15度で9140メートルまで届かせられた。この砲を単装砲画で前後の甲板上に1機ずつと原則系スメート配置で片面2機ずつ軽6機を配置した。不要能力は 呂角15度、深く3度である。旋回角度は、減速方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に5から7発と速かった。他に、耐水雷手迎撃用に、アームストロング7.6センチメートル単素速射砲を採用した。 その性能は6 5キログラムの砲弾を最大行角42度で1万メートルまで届かせられた。この砲を単装砲画で計4機を配置した。不要能力は行角42度、深く10度である。旋回角度は、甲板上は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物に回を制限された。 原則配置は150度の旋回角度を持っていた。方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に15発と速かった。カンパーニアは1921年に砲艦任務に就くにあたって、微砲 15.2cm 速射砲4機と小口警報数機に減少した。 カステラマーレ造船所で1913年工、港、1914年7月23日、浸水、1917年4月浸九1921年7月1日に奉還に、類別変更、1932年に練習館に類別、1937年3月11日に、除籍誤解体処分。カステラマーレ造船所で1913年起工。 1914年7月23日、浸水。1917年8月竣工。1919年8月13日に、ポートサイド近郊のテンフィックで主観爆発により、大破沈没後、1920年に不要したが、状態が悪く。1921年7月に、イタリアで、スクラップ業者に売却後、解体処分。ありがとうございます。